ようこそお越しくださいました。私は酒の丸富です。今年の3月に向かい道路の向かいから引っ越してこちらで、そうですね、前の店の4分の1ぐらいの小さな店になりましたけど、私、ね、一人でできる範囲ということで、毎日頑張っています。去年の11月からそういう大工さんが来てくれないという事情もあって、店長がまずいや自分たちで作ろうということになりまして、4ヶ月かかりました。ここにある見えるかと思います、樽、これ味噌樽なんですね。で長く自宅の方に眠ってた、もうよく見ると明治何年なんていう書いてあるんですけど、その時の味噌樽をこう引っ張り出してきて、よく洗ってで干して匂いを飛ばして、これを輪切りにしたんですよ。でも本当一時どうなるかと思いましたけど、しっかりいいものは本当に残るんだなと思うんですけど、しっかりと今役目を果たしてくれています。地酒の方の取扱い銘柄は大体10蔵ぐらいと取引直にさせていただいています。お酒を保護するために中に電気がついてたんですけど、それはこの後は消しました。でまずお酒の中でも一番紹介したいのがこの越の梅花というお酒なんですね。実はこれ新潟県の越の花酒造さんに作っていただいております。これは定番の本醸造なんですけれども、もう15年ぐらいのお付き合いで、この、新潟生まれのいわき育ちということで、作家の丸富は越の梅花をとても大事に育てております。ぜひフラットね、お酒買わなきゃとかそういうことじゃなくて、なんか疲れたからちょっと来たとか、近くまで来たから来たとかって、そんな感じで寄っていただけたら私はとっても嬉しいです。やっぱり皆さんの笑顔に会いたい、会うのが一番自分の励みでもあるし、そんなたくさんの笑顔に会いたいなと思ってお待ちしています。それでもまあ確かに日曜日は休ませていただいてますけど、それ以外はいつもおりますので、ぜひお越しください。お待ちしています。